んにちは、小豆島の漁師浜湯です。今日はですね、こちら魚群探知機を買いました。でこちらケース付きでございます。でこのケースがですね、だいたい1万5000円します。でこうやって開けてパカーッと開いて、でこちらホンデックスの8インチの魚群探知機で GPS もついてて、アンテナもね内蔵です。でこちらのねエンジンの機械場の中にその振動子っていうのが入ってて、そこからなんか、まあ、なんか出て魚の魚影とかね、それから水深と底の形状、それが分かる。で機関場の中開けると、あれあれあれがね、なんだろう、振動子ってやつです。あれから電波が出るんです。でいつもはですね、自分の経験と勘と当てずっぽう適当でやってるんですけれども、今日はですねこの魚群探知機を使って餌を見て、餌のいるところに網を仕掛けてみたいと思います。そうするとね、ヒラメとかタイが取れる可能性がより高くなるということで、今回購入させていただきました。それじゃあやっていきましょう。レッツゴー。はい、じゃあ沖行く前にちょっとマダラちゃんに挨拶して、マダラエキスを吸収しましょう。でこれ和食の技術チャンネルさんにいただいた世界最大級の柑橘類、めっちゃでかい。お、マダラちゃん、おいでおいで。じゃあリビングでマダラエキスをね吸収。よしよし。で僕マダラちゃんにねおやつ買いました。なんかめっちゃ硬いやつです。これね人間が食っても食えるんですけど、非常にね美味しいですね。これマダラちゃんだからポッキーゲームですね。ポッキーゲームする？よし。うわ怖い、うちゅー持って帰った。じゃあ行きましょう。はい、じゃあいつもの尺稼ぎ長靴を履いて、でボテがましいやつね、日本語の辞書にも載ってませんよ。でいつものボテがましい手袋も履いて、準備は OK。 しょっ、じゃあ向かっていきます。で冬ってやっぱ風が多くて、今日も風吹いてるんで、まああんまいいとこやれないんですけど、悪いとこの中でも魚群探知機見て、餌がおったら網を仕掛けるっていう感じでやっていきたいと思います。果たして変わるのかと、どうなのかと、行こう。はい、じゃあ船に乗り込みます。はい、じゃあライジャケつけて、で船のメインスイッチ切ってたんでメインスイッチ入れて、ドライブ上げてたんでドライブ下げます。でいつもですね、冬エンジンかかり悪いんですけど、ちょっと秘密兵器発見しました。でそれが機関場の中にあってですね、でこの低温指導っていうのがあって、これをね引いてあげて、でエンジンをかけると簡単につくんですよ。で低温指導は元に戻しておきます。で表のロープ外して、ここに輪さで船の友も外して、よし、じゃあこれで出航していきます。いやずっとねノリで忙しかったんで、久しぶりの沖ですね。はい、じゃあ早速ねちょっと魚群探知機つけてみましょうか。それじゃあ蓋を開けて、で電源入れます。こんな感じで画面がつきました。はい、でこんな感じで出てきました。でちょっと見にくいんでメニューを押してあげて、これ標準に変えると青色になって、で画面の明るさも1個上げます。でこんな感じで魚群探知機とかも表示できるんですよ。で今これ出てる、ここが地面ですね。ここが地面の、ここが水面、海面、ここらがまあなんかですね。で水深が今 5.9 メートルで、蓋閉じて、でこんな感じで前でね探しながら見えるように前につけました。あと網ある時とかもやっぱ前なんで、前からこう横のねこの魚群探知機さんが見えるようにって感じですね。今んとこ何も映ってないけどね、水深 10m ぐらい。はい、で今ここ磯の上の方ですね。でなんか出てきた、これはね多分お魚の魚影かなんか、何なんやろうな、ちょっと分からんな。じゃあ改めて探します。なんか魚影が映ってますね。さっきのとこ戻ってみよう。ちょっとね、さっきの場所もちょっと魚眼の映りが悪くてわからないんで、ちょっとまた大きく移動したいと思います。結局最後の方はほとんどね出ることなかったですね。魚探に真っ青な海に普通に網を仕掛けてるといったところでしょうか。で網がこれでやり終わりました。1枚目、ちなみに僕は2枚目ですね。あ、それは置いといて、深さが今33メートルあるので、でロープは大方ね20ピロ取ったらいけるかなって感じです。で最後旗入れて、
これで OK。 じゃあもう1枚どっか探してやってみます。ちょっとねこの辺見えるんで網仕掛けてみましょうか。なんかいますような気もするような、せんでもねえような、おるな。でちょっと移動したら全然いないんですけど、まあそこら辺軽くぐるっとね出たとこを巻く感じで網をね仕掛けてみたいと思います。取れんで魚探もったいねって言われるよりは取れた方がええな。はい、じゃあとりあえずここらやっていきます。それにしても風が強いし、さあ網とおか、よーけーなんか来いよ。それじゃあバック入れて網をうっかりやっていきます。おるかな。魚探にね1箇所だけよーけー映っとったよね。そこをめがけてやっていきます。そこちょっとぐるっと巻く。で皆さん魚影が出てる、今出てるんですけど、出てるとこあそこです。あそこの沖です。覚えとってくださいよ、明日来る時にどれだけ出てるか。で太田くん魚探も取ってみて。今現状ねかなり出てるんですよ。これ明日皆さん覚えとってください場所。はい、これで網入れ終了です。じゃあ最後に旗入れて、旗元弘です。よいしょ。じゃあ明日の朝繰りたいと思います。今やった網はねポイント2箇所ぐらいポカッと出たんで、そこだけちょっと期待ですね。じゃあこちらの魚群探知機の電源を切って、じゃあ帰ります。おやすみ。おはようございます。というわけで次の日の港に来ました。現在気温が約1度ぐらいですね。果たして取れてるか、行きましょう。はい、じゃあクソ寒いですが沖向かっていきます。はい、じゃあポイントに到着しました。で昨日2枚目、魚探にねなんかたくさん反応があったとこでございますが、果たして結果はいかに。それじゃあローラーのスイッチ入れて網を上げていきます。でちょうどあそこに見える先っぽのね沖ぐらい、あの沖ぐらいに昨日魚探で反応があったんで、まあ、そこまではね期待せず食っていきたいと思います。で鉛ですね、網が流れないようにするための重り。さあ網が上がってきました。果たして魚はかかっているのでしょうか。いつものセリフを言ったところで上げていきたいと思います。お、早速来た。タイ早速すぎるだろう、言うた途端だな。でまたこんがらがってる。これちょっとこれ外します。はい、でタイが外せました。1月2月のタイがね僕は一番うまいと思う。はい、じゃあこちらのタイを生かしておきます。ちょり元気だね。はい、じゃあ続けて見ていきましょう。幸先よく来たから続くんかなというこの甘い喜び、もう僕はこれをぬか喜びと呼んでいるんですが、まあ一般的にもそう呼ぶんでしょうが、こうぬか喜びしたら大概いないんだよね。で網を無理やり来るといけないんで、船をこうやって移動しながら網の下にやっていきます。でこれ逆巻き、ローラーで巻き込むから逆巻きです。お、また来た、ちっこいタイ。タイは相場いいからね。またタイです。タイが丘の方に来だしたんだな。でタイってね冬の11、12は結構沖の方にいるんですけど、もっと冷え込んできて1、2になると丘の方にこなしてやってくるんですよ。丘行こうって。寒いかな。さあ幸先いいスタート切りました。さあ次は何が来るのでしょうか。来ない、カメラを向けると来ないですね。お、またタイです。いやそれにしてもタイばっかりでちょっと絵的には面白くないですね。やっぱ冬の肥えたアコウが来たら嬉しいけど、冬はやっぱアコウが来にくいんで動かないから、寒いとこたつから出ないと一緒で岩の中から出ないんですねアコウも。さあ気を取り直してやっていきましょう。あ、またタイだ、またタイ、またタイ、タイ、タイ2連チャン、タイ3連チャン、どういうことだ、タイが多い。でこういう感じのちっこいタイは生きたまま逃がします。ちっこいしからね安いし、まあ大きくなってください。でもまあでもちっこいけどよう超えてるよ、美味しそう。でこちらのタイをで1匹はちょっとマシですね。ちょっともう網目破っちゃう、太目弾いてよいしょ、で目から抜くと、よしいいね、魚群探知機のおかげかな、見られちゃった。じゃ続けて食っていきます。お、タイ、いや取れる量もう知れてますね。でまた逃がすタイ、小さいタイ、魚の種類のボキャブラリーが少ない。
でそろそろね見てください、昨日魚探に反応があったところの沖ぐらいに来たんですよとか言ってたらこんな感じでタイが来ました。まあ、魚探に出てないところでもずっとタイがいるんであんま信用ないんですけど、どうなんだろう、もうちょっと先かな、ここらで来だしたら魚探に効果があったという証明にはなるんですけど、残念ながらそのバンバン魚が来ると言ったおって言ってたらまたタイが来たわ。まあ、バンバン魚が来るというほどの状況にはなってないんでまだ証明できないな、この量じゃ。でこういった小さいタイは逃がしていきます。元気でね、頑張れ頑張れ、よっしゃ。いや本当タイばかりですね、取れんよりはいいんですけど、いつも取れんでしょうもない話で時間稼いでいるよりはまあマシはマシであるんですが、ビンビンマンチョネオレオレガンガンいいとけオレオレオ。いやちょうど今、大体ですね魚群探知機が出てたとこの沖に来たんですけど、出てたぐらいに来てるんですが魚はいません。多分魚だったとは思うんですけど、かかるような魚ではなかったのか、そもそも魚ではなかったのか分かりませんが、魚が来てないというのは事実です。まあちょっと頑張って食っていきます。でまたタイで、ここらのタイはですね見てください、これ網にねいっぱい海苔がついてるんですけど、このタイもね海苔を食べて非常に美味しく育っております。まあ海苔養殖近くのタイは結構美味しいんですよ。なんか知らないんですけどこうエビっぽくなります、身が。冬のタイって基本そうなんかな、エビのようにプリプリとして甘いで、めちゃくちゃうまい。こっちや、でっかいこっちだ、こっち、ついに黒だ。マジラハギとタイの上がり、おお、カワハギだ、カワハギだ。はい、じゃあタイ以外にもクロダイ、カワハギ、オニオコゼ、ウマヅラハギと、いろいろ来まして、ちょっとは魚探の意味あったのかなと。ただ売れるほど来てないんですけどね、他のタイ以外のものたちは。もっとタイがね鈴なりぐらいおってもねこの時期はおかしくないんですけど、まだ早いんかな、今こちらの世界では1月の末まではいかないぐらいなんですけど、取れる年はね12月の末ぐらいからもうタイが取れ出して大晦日のいい相場に当てられるんですけど、今年はダメでしたけど、なんか知らんけど今現状もあんまいないですね。そして新顔スターミンが来た、おお、いいタイが来たじゃねえか、わあでかい、おお、これはいい、これ外します。あ、またタイが来た、2体目タイだけにな。いや見事なタイですね、こんな感じででかい。その後もタイ、タイ、人で、そしてタイ、人で、人でと同じものが続きました。はい、じゃあもうあんな感じで終わりの旗も近くなってきました。タイも言うほど取れないし、ヒラメもいないし、売り上げは知れてるかなと思います。まあまだ2枚目があるからね、2枚目の方が期待でございます。負けないこと投げ出さないこと逃げ出さないこと信じ抜くこと、ダメになりそうな時それが一番大事だったところで来ません。はい、人で、この人でをあちらの受けに当ててみます。とりゃ惜しい、あれに当たったらこの後アコが1000匹来とったんやけどね。
わあ、海苔で網汚しただけです。はい、そしてチヌ、今の時期のチヌもめちゃくちゃ美味しいから、皆さんぜひね、こういうトン見たら買ってください。めちゃくちゃ美味しい、臭みなんかないよ。まあ加工で取れたんはいかんと思うけど、タイよりもめちゃくちゃ安いのに味はタイと変わらないっていうね。ただ安いからやっぱ存在に扱う漁師さんも多いかもしれんから、その魚の痛みの見た目の見た目だけはね、気をつけてやってください。1枚目終了、あとは2枚目。ここで僕の特技を見せます。ゲップ無限列車。で、1枚目の網で取れたのがこんだけですね。あー、どうだろう、少ないな、1枚いかんな。気を取り直して2枚目。はい、じゃあ2枚目の受け上げていきます。コーラーめっちゃ深いから網が重たいんですよね、このローラーだと。あー重たい、あー折れちゃった。あー、また旗作らんと。で、旗を置いて、旗元博です。さあ2枚目果たしているのか。1枚目はほとんどタイばかりで見どころなかったんで、タイもええけどヒラメも来てほしいですね。こんな沖の方にヒラメがおるのかという感じはしますが、経験上はあんま取った経験はありません。よし、鉛よいしょ、網上がってきたんですけども、うわー、海苔だらけだ。海苔のセットの近くやるんじゃなかった。後悔するほど海苔がついてますね。さあ、なんか来るのか。5分経過、まだゼロ。海苔が20キロぐらい取れた。はい、で、なんか来たと思ったらエイでした。エイ、こんな顔にもなるよね。海苔しか取ることがない。海苔養殖場のそばやるんじゃなかった。わざとじゃないんだ、魚探のせいなんだ。海苔がどんどん増えてきました。重い。あー、やっと生き物が来た。タイ2枚。こんな網汚れとんのによくかかってきてくれたら、ゼロじゃなくてまだよかった。ただ逃がすぐらいのレベルやな。逃がそっか。わー、網がしばらく使えんくなっただけや。お、最後にチヌ。よし、2枚目終了。あー、で、取れたものがですね、チヌが2つと、まあ、タイが4つ、エイが1つ、それからナマコが2つだけでした。それでは外して帰りたいと思います。はい、じゃあ帰ってきました。2枚目網がめちゃくちゃ重たくて、ノリで、で、これね、しばらくもうやれないんで、もう少ないんですけど、これで一番いきたいと思います。で、取れたものがこんな感じですね。これ出して生かしていきます。よいしょよいしょ、ちょうど一カゴですね。よいしょ、じゃあ少ないけど生かしていきます。雨水入れて、で、雨水の中にドボドボ。よいしょ。で、こういう浮いてるのはですね、空気抜かないといけないんで、水圧の関係で腹の中空気パンパンなんで、これね、ここに空気袋あるんで、斜めに刺して空気袋を抜いてあげる。じゃあ泳ぎます。まあ、冬はね、抜かなくても生きるんですけど、抜いてあげた方がやっぱストレス値が下がって、より魚の鮮度が長持ちすると俺は思う。で、小さいのはリリース。はい、じゃあ口を閉じて沈めて、で、吊るしておきます。 OK、 じゃあ一番持っていきます。はい、というわけで一番に行ってきました。で、一番のデータは取れてなかったんですけれども、結局ね、金額がまあ1万円前後ぐらいで、魚群探知機が全部でまあ取り付け費込めたら15万ぐらいなんで、あと14万ですね。頑張りましょう。まあ、こんな感じで今日の動画終わりたいと思います。それじゃあ皆さん、本日もご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。 See you next time. バイバイ。